んよ。一番最初に踊る曲はノーローという竹を使った踊りです。どうぞお楽しみください。
邪魔したんですけど、実は私たちダンスのスクールをやっております。まあ、すぐ行って本庁、本庁1丁目、三野さんです。京浜急行の線路沿いにありますので、そこでですね、バレエとかタップとかヒップホップ、いろんなのあるんですけど、珍しいところでベトナム舞踊だとかインド舞踊をやってます。はい、今日はね、いくつと思いますか？ちょっとインタビューです。おいくつですか？13歳一つと一つじゃない。13歳っていうと中学2年生です。中学2年だそうですよ。あれ、拍手がないですね。これついてるわけじゃないんですよね。ここにガムテープとかね、とかほら、よくこうベルトがついてる、ないんですね。これ非常に本当にお盆を使って、で最初はね、何も乗っけないでやるんだよね、お稽古ね。だんだんと重たくなりますよね。どうですか、こういう普通ほらヒップホップだとかバレエ受けてるでしょ、みんなやる人多いんだけど、ベトナム舞踊とかあるじゃん、インド舞踊もやってますよね。こういう民族舞踊ってやってどんな感じがしますか？綺麗な踊りだがって思います。ね、明日はインドの舞踊に挑戦するんだよね。大変です、これがもうね、ぜひご期待くださいというところで、じゃあ準備に入ってください。はい、先ほどですね、チモファで活躍してくれたフンさんの一元気に合わせて子どもたちが踊ります。炎の踊りなんですね。炎の祈りというんですけど、はい、こんなちっちゃい、おいくつですか？おいくつですか？3歳だそうです。4歳ですね。はい、そちらはまつげが長い方、おいくつですか？3歳です。はい、3歳ね。はい、さっきのお盆を持った踊りのお姉さんも3歳ぐらいからかな、まあ、もうちょっと大きかったかな、やってね、だんだんと大きくなって上手になってきます。はい、ということで、じゃあ最後の曲です。ナムサオ、炎の祈り。